最初の文としてですね、本日の内容はこの4項目で説明させていただきたいと思います。岩手県農業の現状ですけれども、岩手県も他県同様ですね、むしろそれ以上に担い手の減少高齢化が進んでおります。農業の現場ではですね、労働力不足がますます深刻になってきておりまして、草刈りや重量物の収穫など危険できつい作業、あるいは特定の農家へ作業が集中する、家事の剪定やトラクターの操作など熟練を要する作業、また生活上においてもですね、深刻な人手不足になっておりまして、省力化や負担の軽減が大きな課題となっておりました。本県がスマート農業に取り組むきっかけとなったことを紹介いたします。実は先進的な農業者さんが技術導入を先行して行っておりました。岩手県には東北農業研究センターがあったことなどから、最先端技術の実証などに協力した経験豊富な農業者さんがいらっしゃり、そうした方々を中心に自動操作の豆まき機であるとか、水田センサー、食味終了コンバイン、あるいは先ほど紹介されました警察などを独自にですね、入れられていたということもございます。しかしこうしたことが民間仕事で起こる中、その中身については本県の行政、私どもですね、や研究、普及のいずれにも知識が不足しており、農業者の過剰投資やあるいは経営に合わない機器導入の懸念がある一方で、良い技術であればそれを速やかに普及させる必要がありまして、そのためどんな技術があるか知る機会をですね、設けなければならないというふうに考えておりました。そこで急遽関係する企業様にも講演を受けして、一昨年の9月に岩手 ICT 農業祭と銘打って展示体験会を開催いたしました。予算措置もしていないことから農業研究センターの参観でと同時開催とし、東北農業研究センターにもご協力いただきました。その結果、約1000名ご参加いただき、 GPS トラクターや直進タグ駅、ドローンなど最新技術の展示内容についてアンケート調査を行ったところ、とても参考だったと、あるいは経営にぜひ活用したいという意見が大半を占めまして、農業者様の関心がとても高いことが分かりました。このため翌年度の本格的な取り組みに向けて事業化、予算要求をすることになりました。その中身がこの岩手スマート農業推進事業であります。平成29年度から31年度の3カ年事業であります。この事業の趣旨はスマート農業により誰もが魅力的で収益性の高い農業を実現するというもので、3つの事業内容から構成されています。1つ目がスマート農業推進研究会、研究会を組織し先端技術と農業者のマッチングを図ること。そのためにスマート農業祭や勉強会、シンポジウムなどを開催します。2つ目が農業研究センターなどにおける実証研究です。そして3つ目が普及現場でのスマート機材の活用ということで、今回はこのうちの1点目と2点目について詳しく述べたいと思います。まずはスマート農業推進研究会の概要です。農業者や研究者、企業などが自由に参加登録できることとしています。スマート農業はその範疇がとても広いことから、会員それぞれの目的別に活動できるよう8つの分科会を設置しました。作目別には作物園芸畜産、それから技術別には GNSS、ドローン、クラウド、アシストスーツなどでございます。で、この分科会の参画は重複で参加することも OK としております。活動内容は最新技術に触れられるスマート農業祭の開催やシンポジウム、情報交換による学ぶ場を設けることなどであり、こうした取り組みによりまして研究や民間企業、農業現場との連携がすでに始まっています。岩手スマート農業推進研究会の概要について説明いたします。こちらは昨年8月の設立総会の様子で、知事がアシストスーツを着用して後ろで農業青年、農業高校生が岩手スマート農業青年を副賞しております。キーワードは楽ちん、簡単、面白いでした。知事がですね、アシストスーツを着てリンゴのコンテナ、本当に入っているリンゴのコンテナを壁などと
日記念シンポジウムを行いまして、JAXA の関連会社のレスティックさんに講師をお願いいたしまして、人工衛星が開く岩手の農業と題しまして、リモート先進技術の最先端を紹介していただきました。皆さんとても興味津々でした。岩手スマート農業推進研究会の特徴ですが、大きく3つあります。1つ目が研究機関の参画です。地元の大学や高専、産業技術大学、産業技術短大などからの参画をいただいております。2つ目が、ロボアドコムさんとかパナソニックさんなどの情報技術関連企業が豊富なことです。地元に事業所を置くご覧の企業様にご参画いただきました。3つ目としては研究機関もですね、多彩に参画するというような形になっております。活動の具体的なイメージですが、農業者さんを真ん中に置きまして、その抱える課題、ニーズに対応した技術提案、技術改良を行うこととし、特にも、岩手県の生産規模や、中産間地域に適したスマート技術の環境を整えていきたいというふうに考えています。ここからは代表的な分科会の取り組みをお話しします。1つ目が GNSS 分科会、GPS といった方が分かりやすいでしょうか。こちらではすでに現場に導入されている自動操作トラクターの実演や、地元企業による安価な構成不足システムの開発検討、そしてまた別な企業では常用管理系の自動操作技術の導入検討などを行っています。2つ目が、クラウド分科会です。クラウド分科会では、施設園芸で導入されている栽培管理方法、先ほど紹介になったものをですね、勉強したり、水道など大規模な経営体での補助の情報管理、栽培情報の記録などを先行的にやっている農家さんとですね、共有していくと。3つ目が、作物分科会です。この分科会では特に水田の水管理について研究を進めています。究極的には遠隔で何もしなくても水管理ができることを目指しておりまして、そのためにはより安いセンサーの、開発なども重要です。またドローンを活用した障害対策でも一部深刻な地域もありますことから、こういった活用にも期待が持たれていると。ここからは昨年8月に開催しました岩手スマート農業祭について説明いたします。岩手県の大大きな祭事場会場に66社機関の参画により約2万人の来場があるなど、出展者、来場者から双方からとても良い機会になったという高い評価をいただきました。これが屋内会場の様子です。左上の方からですね、アシストスーツの実演、真ん中が、会場の主役となりましたですね、ランボルギーニトラクター、その右隣が環境制御システムを紹介したりいきまして、農業高校生も、授業の一環として見学に来ました。屋内ではドローンの実演、無人芝刈り機、トラクターの完全自動運転など、農業者が本当に興味津々ですね、これにも使わせてくれみたいな形で使われておりました。こちらは今年の2月に県の園芸担当者会議の場を借りて開催しました岩手スマート園芸展ミニです。会議の出席者はもちろん一般農家さんも自由に見学できるようにいたしまして、来場者がありました。引き続き3月にですね、会員を発表会を集めまして、各分科会、先ほど申し上げました8つの分科会を合同開催いたしました。主な、検討内容ですけれども、3つもしております。作物分科会では、自動操作の活用場面、後付け機器の開発状況、無人操業に向けた、法令などの課題、先ほど話した水田の自動給水の強化などです。園芸分科会ではいろいろな環境制御システムがありますので、これらを紹介することと導入場面、自分の経営にどんなものが合うのかなというような検討、畜産ではすでに導入が進んでおります牛歩牛音計などの経営評価や、
使用管理を行う新しいシステムの検討などを行いました。GNSS 分科会では、コスト面や安価な安いですね、送受信装置の試作、それから導きに対応しましたこれも安い外付け機器の開発ができないかといったようなこと、ドローン分科会では、農薬肥料の散布に適した経営規模の検討や、リモートセンシング、先ほどもありましたの点での活用状況です。一つもしましたですね、クラウド分科会でもありましたけども、クラウドの方はですね、まずはそれぞれの製品、いっぱいありますので、それぞれの特徴がよくわからないといったこともあったので、そういった特徴の明確化や、実データのデータ入力に持続ができないか、簡単にできないかといったような話になりました。あと2つですね、アシストスーツ分科会では県内がですね、まだ導入例が少ないです。ですので導入効果や今後導入に見込まれる分野を検討すると。最後に IT 企業と農業分科会、岩手県 IT 企業実はとても多くてですね、どのような課題を IT 技術で解決できるかの玉出しとかですね、県内 IT 企業の得意分野がどう農業とコラボできるかなどを情報化しました。また研究機関での実証研究も行っておりまして、農業研究センターでの実証研究にも事業の予算を当てております。昨年度は水管理システム、ドローンによるリモートセンシング、アシストスーツなどの実証に取り組みまして、水管理システムではすでに県内の大きな農業法人で導入を始めたほか、アシストスーツでですね、生産の多い大根の収穫でとても効果があるなということが確認され、導入に弾みがつくというような感じであります。今年度はですね、ドローンによる、薬剤付着効果の確認とかですね、園芸経営体での労務管理システムの開発実証などを、県立大学に委託しまして行いたいというふうに思っております。最後ですが、今後の取り組みと課題です。スマート農業研究会は実は一番上に書いてありますけれども、メーリングリストは定調ということです。なかなかメーリングリストがこう確保化しないという悩みは抱えておりますが、日々の活動を活性化しなければならないなと思っておりまして、動きが見られている現地へは、研究普及が積極的な支援をするといったこととか、そういった場面にですね、新しい技術を真っ先にマッチングするといったことを考えております。中断したですが、スマート農業祭、昨年開催しましたスマート農業祭は今年スマート農業祭ネオと題しまして、林業分野も取り込んだ開催にしたいというふうに思いして、すでに打診をしております。また金融機関にも出展いただきまして、具体的な導入相談に当たるほか、最大の課題でありますまだ関心の低い農業者さんに積極的な参加を働きたいというふうに思っております。研究センターでの実証研究は、経営評価を進めていくほか、よその、研究機関や民間企業との共同研究を進める予定になっております。普及に向けた課題をここに書いてある通り、より一層の時間であるとか低コストがあるとかですけれども、そういったような課題があります。で、一番下なんですけれども2つあります。1つは農家の意識で、スマート農業はそんなまだまだ先の話だといった話をですね、意識を払拭してあげなければならないということと同時に、指導体制でも、今日いっぱい広告がありましたけども、これらを薄くでもいいので幅広くこう知識を有して、アドバイスできる専門家を育てなければならないなというふうに考えております。これらを政権だけでなく、国や民間企業などの力を借りて、なるべく早く解決していけたらなと思っております。最後ですが、今年も8月24日25日、岩手スマート農業祭のネオが開催されます。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。